どうも、哲学とです。今回はですね、ありがたいことに、登録者がね、3000人を突破して、まあ本当にね、皆さんのおかげで、ここまで来れたなということで、本当にね、ありがとうございます。まあこのチャンネルはね、基本的に、ディアブロ3、そしてディアブロ2リザレクテッドなんかのね、まあディアブロ3、ディアブロシリーズのね、攻略を中心にまあ投稿しているようなチャンネルなんですけど、まあそうですね、まあ最近、特に2022年になってからね、少し、力を入れ始めたんですけども、まあディアブロ以外のね、こう、ディアブロライクゲーム、そして、ハクスラゲームのね、配信なんかもちょっとずつね、増やしていこうかなと思っていますので、ぜひね、今後ともよろしくお願いします。まあ、もともとこのチャンネルをね、始めた理由っていうのは、まあ私、もともとがメインでね、主にちょっとこう、哲学とか、を中心にした、動画をね、上げてる、まあ、なんていうのかな、くくりとしては教育系 YouTuber みたいなことをね、まあ長くやってたんですけど、まあやっぱりそれ以外の、全く自分の趣味のね、こうゲームについてのチャンネルもやりたいなということで、まあその一つがね、この、ディアブロだったので、まあ、このチャンネルももともとはね、いろいろと他の、まあ、小さなフリーゲームとかそういうのもね、やってたんですけども、まあせっかくだったらこのチャンネルでディアブロをね、こうメインでやっていこうかなというふうな気がしてて、で、まあ、ディアブロね、解説動画を上げ始めたっていう感じですね。まあ、もともと、なんていうのかな、私の職場の同僚が、まあ、ディアブロを購入したんですけど、まあ、いろいろとこう、わからない部分がたくさんあるので、まあ、いろいろ教えてほしいっていう、ことをよく言われてたんで、まあ、ただ、やっぱりなんか時間を合わせたりするのも大変だし、あと、やっぱり、なんていうのかな、まあ、始めたばっかりの人は、あんまりこう、攻略情報とか見ないで、自分の好きなキャラで、好きなアイテムを使って遊ぶっていうのもね、まあ、このゲームの楽しさの一つだと思うんで、なんていうのかな、それをやっぱりこっちがすべて先回りして話してしまうと、そういったゲーム体験っていうのを奪っちゃうんじゃないかなっていう思いもあって、まあ、それだったらまあ、なんていうのかな、初心者動画みたいな形で、私が、まあ、YouTube のチャンネルに上げておいて、それをまあ、その彼が気になったとこだけ見るような形式の方がいいかなと思って始めたのが、きっかけだったので、まさかここまで大きなね、チャンネルになるとは思ってなかったので、本当にね、登録してくださった皆さんありがとうございます。で、まあ、今後はね、やっぱり、引き続きディアブロシリーズの攻略とかね、今ちょうど時期的にディアブロ2リザレクテッドのね、パッチ 2.4 のね、PTR の方も始まってますので、まあね、また、ラダーが始まったらそちらの方のね、解説動画なんかも増やしていきつつ、で、ディアブロ3の方はね、まあシーズンが、まあ今25ですけども、まあ、シーズン25の、まあ、ビルド解説とかね、そういうのも、増やしていくと同時に、26になったらまたね、26の方の配信もやっていきたいと思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。まあ、特にですね、やっぱり、最近よくいただくご要望として、ビルド解説の動画ね、まあ、過去に、まあ、各職の代表的なビルドというか、強いまあ今強化されてて、まあ初心者の人が最初にやるんだったらこのセットがいいよみたいなね、ビルド解説の動画すでに上げたりとか、あとまあセットダンジョンの攻略動画とかも上げてたんですけども、まあすべてのね、セットアイテムをご紹介したりとか、セットダンジョンを攻略してるわけではないので、まあそこら辺の抜けがあるところとかをね、まあより充実させていきたいなっていうようなことはね、ちょっと思ってます。で、まあ、基本的には、こういうね、なんていうのかな、GR を回しながら、あるテーマについて話す GR 動画とかもね、撮ってますので、まあ、それは本当になんていうか、
あ、なんか面白そうっていう手、ものだけ見ていただければよくて。まあ、どちらかというとね、初心者講座とかつけてある、名前がついてるものの方がね、解説がメインのものになりますので、そちらの方を見ていただくと、まあ、よりゲームが進みやすくなるかなと思いますので、まあ、ぜひね、気長にお付き合いいただければなと思っております。まあ、3000人ってね、本当に、私は本業が教師なんですけども、まあ、一つ学校が入っちゃうぐらいの人数には、なってきてるので、まあ、なかなか緊張する部分もあるんですけど、まあ、もともとね、あまり緊張せずに、できるチャンネルをやりたいっていうことで始めたチャンネルではあるので、あんまりその、なんていうのかな、何千人だからすごい企画やりますとか、そういう感じではなく、今まで通りの感じでね、やりたいなとは思ってますので、とは言ってもなんだろうな、自分なりにこのチャンネルでやりたかったと思ってた部分っていうの、まあ、特にハクスラーのゲームの楽しさを伝えるっていうところに関しては、まあ、ちょっとパワーアップしたものをね、お見せできればなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そうですね。結構ね、最近、ちょっと他の動画でもね、お伝えしたんですけど、シーズン26、結構こうやって画面がね、カチカチ固まる罰、現象がよく起きちゃってて、どうも、最初はね、撮ってる環境の方に問題あるのかなと思ってたんですけど、なんか、普通にプレステを直つなぎにしてもね、起きてるので、もういよいよプレステの寿命かもしれませんので、まあね、まあいい機会なんで、5をなるべく早めに入手して、そこら辺のね、お話できたらいいかなと思うんですけど、やっぱり5対応のゲームにそこまで、なんていうのかな、早急にやらなきゃいけないっていう、なんていうのかな、自分の中での優先順位が高くなかったので、それほどね、早く買わなきゃという感じではなかったんですけど、まさかのプレステ4自体の寿命がね、そろそろ来そうな感じをするので、まあね、早めにちょっと5へのアップグレードっていうこともね、まあ、やっていこうかなと思ってます。はい、まあ、GR 雑談でこんなことも聞きたいよとかね、そういう、皆様からのご要望もね、お待ちしておりますので、まあ、もしね、このテーマについて話してくれみたいなことがありましたら、コメント欄に、気軽にね、書き込んでいただければなと思います。はい、登録してくださった皆さんありがとうございました。またね、改めて、新しい動画なんかも出していきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。